北海道付近は今夜から明日朝にかけて日本海側を低気圧が通過する見込みで、明日未明から昼前にかけて雪を伴い風雪、北西の風が非常に強くなる見込みです。予想される最大瞬間風速は日本海側南部の陸上で35メートルです。また明日夕方までに予想される雪の量は日本海側南部の多いところで50センチ、太平洋側西部で30センチとなっています。札幌では大雪警報が出されていて、午後6時からの1時間に11センチの雪が降りました。札幌市内では視界不良による交通事故も相次いでいて、警察は注意を呼びかけています。